ミセス、グリーンアップル、大森元木を目撃。6月にミュージックビデオ騒動後も絶好調のエミ9月中旬の夕方、羽田空港の到着ロビーを歩いていたのは、ミセス、グリーンアップルのボーカル兼ギターを大森元希、28だ。この前日まで、大森はメンバーの若井広と、27、藤沢良果、31、とともに米ニューヨークのファッションウィークに参加。ジャパンアンバサダーに就任したファッションブランド、トミーヒルフィガーの、 2025スプリングコレクションのスペシャルゲストとして招待されていたのだった。ジャパンアンバサダーとしてニューヨークを初訪問。9月18日に配信された日テレニュース映像ではデザイナーのトミー・ヒルフィガーと対談。その後、ニューヨークで出かけたい場所を聞かれた大森は、ニューヨークが我々は初めてなので、どこに行くのもワクワク。トミーのルックならニューヨークの日常なんでも染まれると思うので、 いろんなところで寄り添ってくれるルックだなって思っています。などと話していた。その言葉通り、3人はニューヨークを満喫したのだろう。たくさんの荷物を乗せたカートを押すスタッフと共に歩いていた大森は、空港で待ち構えたファンに笑顔でいられていた。ミセス、ミセス、グリーンアップルの略称といえば、6月にリリースした新曲、コロンブスのミュージックビデオが差別的な内容と批判され、公開停止となる騒動がありました。 コークスタジオ、キャンペーンソングとして広告展開していた日本コカ・コーラは遺憾の意を表明し、本楽曲を使用した広告素材の放映停止を発表。大森は公式サイトで、差別的な内容や悲惨な歴史を肯定する意図は全くなかったと謝罪しています。音楽雑誌編集者。これまで順風満帆に活動していただけに、今後の活動に影響を及ぼすのではないかと危惧されたが、9月7日音楽番組。 ウィズミュージック、日本テレビ系でフルサイズでの歌唱が初披露された。X、旧ツイッターは、ハッシュタグウィズミュージック、ハッシュタグコロンブスが一時トレンド1位、2位となるなど大きな反響を呼び、その大半が楽曲の素晴らしさを称賛するものや彼らを応援する声だった。さすが人気、実力ともに日本屈指のバンド。騒動が大引くことはなかったようだ。映画は大ヒット。月日から公開が始まった映画、 ミセス、グリーンアップル、ザ・ホワイトラウンジン・シネマウは、興行収入10億円目前、9月22日現在、となる大ヒットを記録しています。一重引用付23年12月から今年3月まで開催したライブツアーを、映画化したもので、リピーターが続出しているほど、彼らの人気の高さが改めて証明された感じです。映画雑誌編集者。ミセスの人気は、ますます勢いを増しそうだ。フライデーデジタルでは、 皆様からの情報提供垂れ込みをお待ちしています。下記の情報提供フォームまたは公式 X まで情報をお寄せください。